マセラティジャパンは、ラグジュアリーセダン、ギブリにディーゼルモデル最終生産を記念した特別仕様車、ギブリディーゼルファイナルエディションを設定し、24台限定で販売を開始する。マセラティは、2021年以降の電動化への移行に伴い、惜しまれつつもディーゼルモデルを2020年モデルで生産を終了する。ギブリディーゼルは CO2 の排出消費量が最も少ないマセラティであるとともに、ギブリのエントリーモデルとして2016年に日本市場に導入。マセラティの V6 ディーゼルエンジンは、従来の V6 ガソリンエンジンが奏でる情熱的なサウンドと圧倒的なパフォーマンスがもたらすドライビングプレジャーをそのまま維持し、より環境に優しいパワートレインとして多くのユーザーから支持を受けてきた。しかし、マセラティは2021年以降の電動化への移行に伴い、ディーゼルモデルの生産を終了する。今回発売するギブリディーゼルファイナルエディションは、日本未導入の19インチプロテオホイールマットブラックレッドをはじめ、レッドキャリパー、エクステンドレザー、シフトパドル、フルアダプティブ LED ヘッドランプ、電動ステアリングホイールなどを装着する。ボディカラーはグリジオ、グリジオマラデア、ネロリベーレの3色を設定。右ハンドルのみで価格は950万円。